殺人行者、村山書いた一、1. 闇の収穫。自分は画家であるが、自分の最も好むことは、絵を描くことでなくて、夜の散歩である。かの都を、あてともなく、あちこちとうろつき回ることである。 ことに自分は、等価少なきバスへの小道の、探偵小説を連想せしめるような、怪しき闇を潜ることが、無情に好きである。ある冬の夜であった。九時の時計の打つのを聞くと、また例の病が、むらむらと頭に上ってきた。そうだ。 また今夜も闇の収穫に出かけよう。と、街灯をかぶって画質の扉を出た我が足は、それから三十分の後には、都の東北なる千住の汚き路地の暗中を歩いていた。すると自分の前を、一人の、やはり黒街灯をかぶった黒棒の男が行く。 自分はその男が痛く酔っているのを見た。そして追いついて抜けすぎる瞬間、その男の横顔を覗き見た自分は、思わず一条の水のほとばしるような旋律を禁じ得なかった。この世のものとも見えないばかりに青いその顔は、酒のためか、 不思議な金属的光沢を帯びている。暗中でよくはわからないが、真珠のごとく輝く、おぼろなるその目の恐ろしさは、一秒も見続けることができないほどだ。背高く、年三十代の、全体になんとなく気品のある様子が自分の好奇心を引いた。 自分はそこまで、わざと男の後になって、それとなく微行していくと、男はあっちへよろめきつつ、こっちへよろけつつ、およそ一丁ばかり歩いたが、そこのみすぼらしい居酒屋の障子を見ると立ち止まった。そしてふるう手で、障子を開けて、中へ入ろうとする途端。はああ。 またいつかの狂人が来たよ。という声が聞こえて、男は力いっぱい外へ突き出された。そしてドスンと自分の胸に突き当たった。自分は、どうしたのだ、と、酒屋へ入って通った。なに、これは昇進の狂人なので、乱暴して困るものですから。 おさんが弁じるのをなだめて自分はこの男を酒屋へ連れ込んだランプの光はこの男の全体を明らかにした自分はさらに驚いた狂人と呼ばれるこの男の外貌にいかにも品よき影の見えることである自分は直角的に この男がある容易ならぬ悪運命の底を経てきた人間であることを見て取ったそして非常に興味を持ってきた「まあ君飲みたまえ」と杯をさせば男の恐ろしい要望にはある優しみが浮かびただ一息に飲み干したそしてじっと自分を見守ったが ねえ、君。俺は狂人じゃないんだ。決して、決してそうではないんだ。と言ったその目には、涙が滲んだ。その刹那、自分はこの水管がたまらなく哀れになってきた。抱きしめて、つくづく泣きたいような気持ちになってきて、そうとも、君が狂人なものか、と叫んだ。 とっくりを変える自分には、自分はこの男を、今夜我が家に連れ帰ることに決心してしまった。ねえ、君、僕の家へ行って、また飲もうじゃないか。え僕は一人ぽっちなんだ。寂しくてたまらないんだ。君来てくれるね、君。するとこの男は、しばらくぼんやりした大きな目で、 自分を見たが、強くうなずいた。自分はすぐ二人でこの居酒屋を出た。この男を助けながら電車通りまで出ると、もう十一時であった。リキュールを一本買い、電車に乗り、やがて自分の画室に帰り着いた。入るなり彼は、 お前はいい絵描きだね、と叫んで、自分の首を抱いて頬を吸った。ストーブを燃やし、リキュールの杯を前にしたとき、彼はいかにも酔い果てていた。その目は、どこか物悲しく、どこか優しく、どこか恐ろしく輝いた。 そして自分に逆付きをさしながら、君はきっと聞いてくれる。わかってくれる。お前にだけ話すのだから聞いてくれ。俺の愚痴を聞いてやってくれ。と言いながら、長々しいその経歴を物語ったとき、自分はこの男の正体のあまりにも機械なのに戦慄した。 以下はその物語であり、文中僕としたのは彼自身のことである。二考古学者と伯爵令状僕はなお、戸田元吉という一考古学者である。といえばなかなか偉そうに聞こえるが実はほんの道楽者である。というのが 僕の家はかなりの資産家で、次男に生まれた僕にも、一生の生活には決して困らないだけの分け前があるところから、大学を出は出たが、何一つ学んだところなく、出てからも何一つこれという仕事もしないで遊んでいるのである。しかし、とにかく職業に選んだだけに、 考古学や歴史には随分熱心であり、小さな研究は絶えずやり、それがため一年の三分の二は旅行に費やした。大学を出て二年目に、僕はある白爵の娘を妻にもらった。この妻の豊子は少年時代からの知り合いで、僕の世界中で最も好きな女であった。 僕は豊子のことを語り譲るとき、激しい苦痛なしではいられない。この最愛の女を、僕の手が殺してしまったのではないか。そのバラ色なりし頬、ルビー色なりし唇や、またその艶やかに太りたる肉体にめぐった血液が、僕のこの手に、惜しげもなく滴り落ちたのではないか。 しかし僕は、また豊子のことを思わずには生きていられない。たとえ自分の悪行の回想の苦痛に、全生活の幸福を犠牲にするとも、決して、決して自分は、豊子のことが忘れられない。彼女は実に立派な女であった。そして活発で、男性的で、大胆であった。 僕の生涯は彼女と一緒になるに及んでたちまち散乱と輝き始めたかくて楽しき新婚生活の一年後の夏となった未だ来なき気楽なる二人は今年の避暑地の相談をした山と海とどっちがいいだろうなと言った時彼女は 山、と即座に答えたのである。そして彼女が行ってみたいという一致命を挙げた。それは信濃の山中にある。そこに豊子の友人の貴族の別荘がある。それを借りようというのである。僕も賛成し、その貴族を訪ねて聞いてみたとき、ちょっと不安な気持ちがした。 その人の話によると、こうである。その山荘は、一族中の大層物好きな人の建てたもので、大変な山の中にある。そして近来五六年は、その周囲の山々に、一大族が手下を連れて出没し、方々の町村へ降りては、殺人強奪を行い、 警察も手のつけようのないありさま。現在は別荘番夫婦を置いたのみで打ち捨ててあるというのである。そして弦を極めて言ってはならぬと忠告した。僕もそれで思い切ることにし、帰って話すと豊子は聞かない。何でもその山へ行こうという。 そこで僕も強いてその山荘を借り受けることにし、いよいよ二人で出かけた。投稿は女中一人。今から思えば、実に悪運命の始まりであった。麓の村へ着いて頼んだ案内者は、僕らがその山荘に一夏を過ごすと聞いて、非常に恐怖の表情をした。 そしてよした方がいいと勧めた。何でもその族は一種異なった人間で、強奪を行うとき必ず人を殺す。その方法は常に同一で、鋭利な担当で心臓を見事に刺してやる。だから未だかつて一人でも実際に賊を見たというものがない。 見たものは必ず殺されるからである故にその棟梁は人殺しの行者と呼ばれているかかる話を聞いて僕の不安はさらに募ったしかしさて別荘についてみると僕らはそんな不安をすっかり忘れ果てたほど満足に感じた3 不可思議極まる石垣。別荘は、ふもと村から二里ばかり登ったところにある。深い谷に臨んだ崖の上に立っている、西洋建築で青く塗られた頑丈な家である。その二階から、谷と共に、向かいの山が、真正面に見渡され、実に絶景である。 豊子は子供のように喜んで自分の目利きを誇った。ある時僕はこの辺り一帯の山々の脈状を見て来ようと思い立った。そして早く別荘を出た。くれぐれもあっちの山へお入りなさいますな、という老人の声がなんとなく神秘的に聞こえるのを後に残して、 別荘の上の山へと登っていった。この辺りの山々は人が多く入らぬので、道はほとんど足跡の続きに過ぎぬ。僕はただ一人、道を求め求め登った。夏の晴れた日だから、ずいぶん登るのに息が切れて、 ちょうどその山の頂上と思われる地点に来た時は、午後一時時分であった。しばらく休んでから、また下り始めた。すると、僕は知らぬ間に道を見失ってしまった。そして非常に煩わしい雑木林の中へ落っこちてしまった。 仕方なく磁石を頼りにずんずんその中を伝え下った。すると、やがて一つの傾斜した谷へ出た。そこで怒っているとき、僕は興味あることを発見した。それは、その警告に沿って一列の石が走っていることである。それは決して自然にできたものではない。 人工で立体に切った石の列である。そして非常に年代を経たものである。自分は興味に乗り出した。この列石は、よく考古学者の問題となる、生類に属するものであるからだ。そこで、その列石をつけてこの谷を下り始めた。石は、 あるいは地に埋没し、あるいは木に隠れつつ、谷に沿うていくらでも続いていく。およそ一里ばかりも行ったかと思ううちに、いつしか見失ってしまった。そしてぼんやりして、向こうを見ると、少し登ったところに変な石垣が見える。確かに人工のものである。 僕はすぐそこまで登ってみた。そしてよく調べると、その石垣のちょっと一目でわからない部分に、一つの小さな入り口がある。そして扉が開いている。それは諸国にある虚血の遺跡によく似通ったものである。僕の好奇心は湧いてきた。 すぐその古門から中へと入っていった。入ってしばらくは、道は水平で、はわなければならないほど狭いところもあり、中途でずっと広くなって、中腰で立って歩けるようになるとともに、傾斜し始めた。そしてところどころで角になっている。よく考えると、 道は螺旋状に入っていくらしいのだ。懐中電灯の光で、ずんずんと伝っていく。ン物をも言わず捕獲。やがてよほど入ったかと思うと、道がつきて、大きな石室へ出た。懐中電灯の光で照らしてみると、 ここはすっかり石で張った高さ一軒半四方くらいの部屋で内部は空虚であり右手に次の部屋に通ずる口がある一体何のために地下にかかる部屋があるのだろう古代の墓かそれとも住居か地上を探してみるが何の文様もない土器の破片のほか、何も落ちていない そこで右の入り口から次の部屋へ入った。次の部屋もほぼ同型である。懐中電灯の光を中央部に向けたとき、僕は興奮した。そこには、長方形の石棺が置かれてある。してみると、ここは古代の墓所であったのだ。それに近づいてよく検査したとき、 これは意外な発見だと思った。それには、水庫自体のものと想定し得る文様がある。そして奇妙な唐草が、棺の蓋についている。どうしてこんな山中に、こんな貴族的な棺があるのだろう、と思いつつ、その唐草を精密に見ていると、僕はふと、奇妙なことを発見した。 それは、その石蓋の横面にあたって、一つの石の割れ目がついていて、それから垂直に棺に線が入っている。驚いたことには、棺の横面は一枚の戸になっているのだ。変だなと思って、その戸をいじってみるが開かない。 ふと偶然に手の蓋の隅にある一つの花の彫り物に触った。するとその花がガタガタ動くのである。僕が指でそれをグッと押したとき、不思議や棺の横はガタンと下へ降りた。そして覗き込むと、棺の下は縦穴になっているのであった。 その中から、かすかに火の光が反射する。僕はぎょっとした。この中に人間がいる。と思うと同時に、たちまちあの賊の噂を思い出した。さては俺は、別荘版の言った、向かいの山へ入ったのだなと思ってよく考えると、確かにそうである。 山は夕仕方になっているものだから、あの谷を伝ううちに、こっちへ入ってしまったのであった。してみると、この中には、賊どもがいるのだ。そう考えると、一条の旋律が全身を襲ったが、しかし僕は、随分肝は太い方であり、その場合、非常に落ち着いてきた。一つ、 そっと中の様子を見てやろうと思い立った。この縦穴は四五尺で横穴になっている。明かりはその先から漏れるのである。僕はそっと身を忍び入れた。そして横穴へ降りた。身をかがめて明かりの方へ張っていくと、この横穴の先は、ある大きな部屋の壁と、 天井との境に開いているのを悟った。そっと首を出して、室内を見下ろそうとした刹那。何者かの太い手が、僕に飛びついたかと思うと、僕はずるずると室内へ引きずり落とされた。有無を言わせず、僕の体は、二人の恐ろしい僧帽の男に縛られてしまった。そして、 その部屋の左手の戸を開いて、次の部屋へと突き出された。僕はびっくりした。この部屋は、実に華麗な部屋で、壁はシンクの織物に貼られ、ガスの光光光として、絵のようである。中央の椅子に、一人の立派な男が座している。男たちは僕を、その前に引き据えた。 その時僕は顔を上げて、この男の顔を見上げると、ふと、その顔に見覚えのあるような気持ちがした。そしてじっとその顔を打ち眺めた。まだ三十代の、若い、鋭い顔立ちの、いかにも意のある男である。その眉は濃く、目は帝王のような、 合法な表情を持っている。たちまち僕は思い出した。そうだ、これは彼だ。これこそ、久しく会いたく思っていた、かの、野宮や太郎だ、と。五、不良少年と美少年。ここで僕は、 話を少し変えなければならない。それはまだ僕が中学の三年時分であった。僕は当時中学によくあるように美少年だという評判をもっぱらにしていた。多くの年長者から愛せられたが、この野宮幸太郎ほど僕に深い感銘を与えた人物はなかった。 彼は当時五年級であった。教師側からは打滑のように思われていた不良少年であったが、期待に生徒間には神のような権力を振っていた。全く彼には不可思議なチャームがあった。彼は沈黙家で、色青白く、常に恐ろしく、 メランコリックな顔つきをしていた。腕力は恐るべきものがあり、柔道、激剣、ランニング、あらゆる運動に長じていた。彼はよく相当をしたが、非常にやり口が残忍必要で、彼と喧嘩した者は、必ず恐るべき苦言を受けなければならなかった。 学校教師さえ彼に向かっては何事も命令されないくらい彼を恐ろしがった。成績は劣等であったが、なぜか数学のみには異常な才能を持っており、またそれを好んだ。僕と彼との交際は一年生の時から始まった。彼は僕に恋し、 僕を自分の家へ始終いざなった。そして毎日彼とばかり遊んだ。彼は両親なく一人ぽっちで、ある寺院の一室を借りてかなり贅沢に暮らしていた。僕には決して悪いことを教えなかったから、僕は少しも彼の悪い感化を受けなかった。 しかし僕の家庭では、野宮と遊ぶことを禁じたが、禁じられるほど、僕は彼に執着し、ついには、病的な強い連状をさえ起こすようになった。ちょうど野宮が、五年級の初めあたりから、彼は催眠術の研究をしきりにやり始めた。そして僕は、常にその相手をさせられた。 常時、野宮によって眠らされることが異常な快楽であった。眠れる間、どんなことをしたかは少しも覚えないのであるが、野宮が様々な力法を眠らすために施すとき、言い知らぬ嬉しさを感じた。そしてついには、野宮の一別で、全然自己意識を失ってしまうくらいになった。 のみの方でも、よほどこの術に巧みになったらしかった。かくて僕が、四年級に上がった春、彼はもう、学校を出なければならなくなった。彼は、ある数学の学校に入ると言った。その学校は東京にあり、我らの中学は九州の田舎にあるのだから、二人の別れるべき日は来た。 別れる日、彼は真実に涙を目に浮かべて、僕の手を握ったので、僕も泣いてしまった。その時彼は、次のごときことを、おごそかに言って聞かせた。俺は、俺自身で、ある恐ろしい運命が未来に横たわり、俺はどうしてもその運命の中に、 生きなければならないことを直覚する。そして君も必ずその運命に携わることであろう。我らの再会は必ずそういった場合に来るであろう。と。僕はどういう意味だかよくわからなかったが、そのまま別れた限り、ついに今まで会わなかった。 彼が東京へ出て間もなく、ある相当をして人を切り、行方不明になったという噂とともに、彼の消息は絶えてしまった。僕はやがて高等学校に入り、東京で生活するようになってからも、彼のことは決して忘れることができなかった。彼の名をもっても、 涙が滲むほどの死ぼが、いつになってもやまなかった。それは大学を出る頃までも続いた。そして、どうかして一目会いたい、会いたいと思い、たびたび探してみたがわからなかった。しかし妻をもらってからは、一度も彼のことを思わぬようになっていた。その彼に、 ああ、今この怪しい地下室で会うとは、実に夢のようである。六、俺は人殺しの行者。おお、君は源さんではないか。と、彼も叫んだ。そしてすぐ僕の戒しめを解いてくれた。 ずいぶん歳をとったね。と言いながら、別の椅子を僕に勧め。さて席定まって、彼と僕とはつくづくと見つめ合った。僕はただ、呆然として何の考えも出ない。ただ、彼の相帽が、著しく鋭利に、神経的になったことに特に気がついた。 そしてだんだん見ていると、彼が怒りも美しくなったことがわかる。僕は嬉しくなった。長い間気にかけ、会いたく思っていた彼に、各愛対し得たという満足が、彼の現在の位置に関する疑問をも、僕の心に起こさせなかった。君とここで会うとは思わなかった。 僕は言った。すると彼は静かに言った。いな、俺はこの再会を塔から予想していた。よく君は来てくれた。そら、いつか、俺が君と別れるとき言った言葉を覚えているか。あのとき君が、必ず俺のある運命に携わるべきことを。 予言したが、果たして君は来たね。これは実に必然のことであった。各彼が言って、その眼光を僕の心の底深く投げたとき、僕ははっと、このキーなる地底の人物が、僕と昔、容易ならぬ向上のあった人物であることを意識し、それと共に、 現在の彼に対する責任と疑問と警戒の燃料が胸に湧き起こった。非常に不安になった。全体君は、現在何のためにこんなところにいるのだ、と問いかけると彼は微笑した。そしていきなり椅子を進めて、僕の両手を握りしめた。 俺がなぜこんな場所にいるか。現在の俺が何であるかを君に明らかに話そう。俺のことをこの辺りの一帯の人間どもが人殺しの行者と異名している。それは真実だ。俺は人を殺したいためにこんな穴の中に潜んでいるのだ。 僕は青くなった。さては、かの噂に聞いたる大族の狩領というのは、実は、僕の常に慕っていた昔の義兄弟であったのか。僕は興奮して、勝ち誇れるがごとき彼の顔を見つめたときに、突如強い意志が心中に現れた。すでに僕には、 今最愛の妻がある。今ここにいる、美しく強力なる我が友は、かつては我が世界の占有者であった。しかるに今は、我が世界は豊子のものである。野宮はすでに他人である。しかも、あむべき大犯罪人である。僕は断じて、 このトムにこうしよう。僕が沈黙セルを見て、彼は再び怪しく微笑んだ。そして握った手を固く振っていった。君は今まで一刻も僕のことを忘れたことがなかったろ僕も一刻も君を忘れなかった。そしてかくも再会の日は来た。 君と僕とは、また愛別れることなく、共に生きていこうではないか。僕が今、切実に君へ教えることがある。それは実に、地上最高の陥落だ。それは、殺人の陥落を君に教えようと思うのだ。僕は、ぎょっとした。 彼の音楽的なる言葉は僕をみるみるうちに引きつけようとする。彼はかの不思議なる中学時代の魔力にさらに十倍した魔力を持って僕を自分へ引きつけようとするのだ。しかも僕は逃げられたる手を払いのけた。そして彼を睨みつけて叫んだ。君は何を言うんだ 僕と君との信仰はすでに昔のことだ。今は僕に妻がある。僕はその女を熱愛している。彼女以外、僕の生活には何者もない。犯罪者の弟子には、僕はもちろんならないのである。早く僕を、この穴から外へ出してくれ。君と僕とは、もう永久に友人とならないのだ。 七、機械なる暗示。彼は依然として微笑した。そして僕をなだめるように、手を振りながら解き始めた。君はそう言うのか。それは当然だ。すでに君が、俺に執着のない以上、決して強いてとは言わない。 しかし俺は、英語に君に執着している。俺は必ず君に、また僕に対する執着を持たしてみせる。それで俺は、俺の思想を一言君に物語ろう。固く君に告げよう。およそ君にとって、殺人ばかりの快楽は、この世界に求められないのだ。 君がもし人生の微妙なる酒を完全に飲み干したければ、君の手は殺人に走らなければならない。俺の友とならなければならない。俺はすでに298人の人間を殺した。俺のこの殺人の修道は世界の最も優れた芸術であり、 最も立派な宗教であることを信ずる。君よ。我が見たるうち、最も美麗なる少年なりし君よ。その美しき手を、生命と共にほとばしる、人間の鮮血に濡らす気はないか。いいな、いいな。そのような恐るべきことを、もう僕の耳に入れてくれるな。決して入れてくれるな。と。 耳に手を当てて僕は叫んだ彼はそのまといたる金色の着物の間から一声カラカラと打ち笑うたあたかもそのような悪魔が何者かを嘲笑するに似ていたそしてすっくと立ち上がって静かに僕の顔を打ち見守った僕も怒りに震えて その顔を睨みつけると、不思議や、たちまち目の前に一切は運営んと化して、恐ろしい二つの目が星のごとくに光るかと思う間に、全然意識は消え失せてしまった。ふと耳元にある囁きを聞いて、再び目を開いてみれば、僕はいつの間にか別荘の門前に横たわっている。 驚いて起き上がると、白母の暗中に立てるは、彼、野宮光太郎であった。起き上がると同時に、おごさかな声で、次のごとく叫んだかと思うと、突然彼の姿は見えずなった。さらば、第五日の夜中にまた会おう。僕はしばらく、あと見送ったが、 まずまず家へ帰れたと思うと嬉しくなり、そのまま中へ駆け込んだ。豊子は帰りの遅いのを心配していた矢先、大変喜んだ。彼女の顔を見て、初めて生き返ったような気持ちになった。しかし僕は、出会いしたこの怪しい事物に関しては、誰にも何事も話さなかった。 なんだか言っては悪いように感じたのである。それにしても、僕はどうして知らない間に、ここまで送り返されてしまったのであろう。僕は気がついた。そうだ。彼は催眠術を使ったのだ。催眠術。この言葉は、僕を非常に不安ならしめた。 もしかすると、僕は何かの暗示を受けてしまったのかもしれないぞ。彼はいつか、睡眠中の暗示が、覚醒後、なお有効になることを語った。その後、他年必ず彼は、多くの法術を体得したに相違ない。彼はしかも、第五日の夜にまた会おうと言った。 僕はにわかに恐ろしくなった。その夜、豊子にもう帰ろうと定義したが、豊子は大に笑って、僕の臆病をさした。豊子だって、僕が山中であったことを話せば、必ず気境に同意したろう。けれども僕は、どうしてもそのことを、人に言えないのであった。 一種不思議な力が我が唇を止めたので。八、目が血走ってきた。その翌日から僕は何となく変調を呈してきた。なんとなくぼんやりし、すぐ眠たくなる。そのくせ、発揚性が著しくなり、見るもの、聞くもの 皆面白い。嬉しくて手先が一人で踊り出す。すこぶる突飛な幻想が絶え間なく頭を襲う。僕は我知らず大声で歌ったり、別荘の周囲を子供のように駆け回ったりした。豊子も少し驚いたが、彼女が元来活発な性格なので、かえって喜んだ。 僕はまた豊子に対する愛着が激しくなり、毎日毎日、彼女と共に別荘近くを散歩しては、花を摘んだり小鳥を打ったりした。家へ帰ると一緒に酒瓶を傾けて飲んだ。ここは高地であるから、夏とは言いながら春のような気候である。 僕はこの快さがむやみに好きになった。そして目の前にある危険が迫りそうなのをよく悟りながら、この山中を去ろうとしないのであった。ここに一つの不思議なことがあった。それは、それからというもの、僕がほとんど毎夜同じ夢を見ることである。 その夢というのは、こうである。僕は一人、ある山頂に立っている。右と左とに大きな谷がある。右の谷底には、実に美麗な都会が、ピカピカ輝いている。しかるに左の谷底は、大きな湖水になっている。よく見ると、それは、 血の湖水だ。また空を仰げば、真紅の星が一個、魔女の眼差しのごとく、明らかに住み輝いているのである。自分はただ、ぼんやり腕組みして、佇んでいる。これだけのことである。その夢を、舞をきっと見るのである。 しかし、いつもの自分なら、それを変だと感じもしようが、妙地麒麟な状態にある僕は、そんなことは格別気にもかけないで、やはり、のらりくらりと絶えず落ち着かず。少し本を読んだかと思うと、すぐタバコを、めまいするほど吹かす。絵を描くかと思うと、鉄アレイをいじる。そのうちに眠る。 すぐ冷める。ほとんど競争の状態であった。かかる状態にあるということは自分によくわかっているのである。しかも、それを好んでやるような二重の精神状態になっているのであった。こんなありさまで四日は過ぎた。五日目の朝になると、 僕は激しく、四日前、山中であった呪物を思い出した。そして、何とも言い難い恐怖に打たれた。この山荘にいては、必ず何か危険があるのだ。第五の夜中には、つまり今夜には、またお前は、野宮と顔を合わせなければならぬのだ。だから早く、 今日のうのちに山を下りてしまえ、一刻も早く早く、と、内心の声が僕を叱咤する。そのくせ僕は、相変わらず野楽だと、その日を送ってしまった。その日妻は、ことのほか打ち沈んでいたが、じっと自分の顔を見つめては、あなた、どうかなさりはしなくって 目が妙に血走っててよ。というのである。トヨコは、あまり僕の調子が異常なので、少し心配し始めたのである。何、何なんでもないのさ。ただ、僕は愉快なんだ。べらぼうに。俺が愉快な時には、お前も愉快にしなければいけない。と、変に踊りながら庭園を歩いた。 しかるに、その日の午後四時ごろになると、僕は自分の脊髄が妙に麻痺するのを感じた。そして眠たくなった。強いて目を開けていようと思うが、どうしても開いていられない。ついに寝室へ入って、寝台の上に打ち倒れたまま、こんこんと眠ってしまった。 やがてふと夢から覚めた。見渡すとすでにすっかり夜となり、横の小机の上にはランプが灯っている。懐中時計を見るともう十一時である。隣の寝台の上には、豊子が静かな寝息を通わせて眠っている。僕は羽をきて、 しばらくじっと頭を押さえていると、今夜の僕の心は、非常に澄み切れることを感じた。なんだか、今から庭園を散歩したくなった。そこで、横に眠れる豊子を揺り起こした。なあに、と、純白の寝巻き姿なる豊子は起き上がった。 今から庭を少し歩いてみよう。すると、これまで決して僕に逆らったことのなかった彼女が、今夜はどうしたものか。わらは、今夜はよします。と言ってまた横になる。僕は大変腹立たしくなった。そして、じゃあ勝手にしろ。と言い捨てて、一人で出かけようとすると、とよこもやはり起き上がって、 本当に変な方ね、と言いながらついてきた。9、青さやの担当で人差し。我々の家の庭先は、崖の上にあって、面積が随分大きい。そして起伏限りなく、夜などは、懐中電灯でもなければ危険である。 僕はトヨコに言いつけて、懐中電灯を洋服のポケットから取りにあった。彼女は走って行ったが、やがて手に電灯と、もう一つ変なものと思って帰ってきた。それは、青い革の鞘にはまった一振りの担当である。あなた、これどうなさったの洋服のポケットから出てよ。 僕はびっくりした。俺も知らないよ。ちょっと見せろ。調べてみると、これは刺すのに使う西洋式の実に鋭利な担当である。変なこともあるものだ。あの洋服ももう四五日着ないのだが、ひょっとするとあの山中の洞結の中で入れられたのかもしれない。 恐ろしい気持ちで、それを懐中し、二人は庭に出た。今夜の天は、少し曇って、真の暗黒である。彼方を見ると、山の影が、おぼろに黒く空に立って、山中の深夜の威圧は、限りなく身に迫った。二人は無言で歩き回った。やがて、 庭園の最短、谷を直下に見下ろす場所に来たとき、谷を見下ろしていた僕は、ふと、一つの深紅の灯火が、向かいの山の中腹のあたりに灯っているのを見つけた。よくよく見ると、その灯火が、しきりに右に動き、左に動く。ここから山までの距離によって考えてみると、 それは確かに大きなちょうちんを人が振るのである。眺めているうちに、僕の連想は、いつしか、かの怪しき星の夢に来た。あの星だ。そうだ。あの赤い星にそっくりだ。なおじっと見ていると、その明かりは、和上に、あるいは上下に打ち振られる。 その明かりは何かの信号を伝えているのだ。僕の心は怪しくも内ちわななえた。だんだん見ているうちに僕は妙な気持ちになってきた。たちまちはっとなった。見よ、あの明かりは明らかにトヨコを殺せと叫んでいる。トヨコ、トヨコ。 お前にはあの明かりが見えるかと、豊子に言うと、豊子は僕に寄り添って闇を透かし見た。その刹な、僕の懐中した手が、さっと空を刺したと思うや否や、水のような悲鳴が、僕の喉の下で起こった。我に帰れば、驚くべきかな、僕は、 最愛の妻豊子を、かの青さやの担当で、一撃のもとに殺害した後であった。担当は見事に、豊子の心臓を差し貫いたので、僕の手は、真っ赤な熱い血に濡れた。嫁にも白いその顔を、上に向けて、がっくりと血に横たわっている。 僕は呆然としてしまった。懐中電灯を拾い上げて、つくづくと、豊子の顔を照らし見たとき、涙は眼中に満ちてきた。なぜ俺は、豊子を殺したのであろう。ついに殺人者になってしまったかということのほか、何を考える余地もなかった。 力なく立ち上がって山の方を見つめると、かの怪しき信号の明かりはもう消えていた。ポンと背中を打つ者がある。驚いて振り返ると、そこには黒装束をした者が眼頭を下げて立っていた。誰だ、と僕が振う声で叫んだ時、 人物は明かりを高く差し上げて、事故の顔を照らしてみせた。野宮光太郎の鋭い僧帽が、真っ青な光を帯びて、そこに笑っていた。十、殺人行者の仲間入り。僕はその夜のうちに、かの山中の洞結へ連れて行かれた。 今から考えてみると、僕の真の意識は、かの野宮に初めて会い、人事不正に落ちた時以来、野宮の恐るべき催眠術のために、どこかへ隠れてしまっていたのであった。実に浅ましいことには、僕は妻を殺害したことについて、ある感動は受けたが、何の開墾の情も起こらなかった。 さあ、もう俺は、君を、君のサイの手から奪い取ったのだ。これから君は、この洞結に住まわなければならないのだ。野宮が言ったとき、僕はもう、こうなれば仕方がない。俺は、野宮の言う通りになろうと決心してしまった。そして野宮に、 これから永久に離れ前と答えると、彼は満足げに微笑した。そして二人は酒を飲み、再び兄弟の約束を誓った。飲み屋はすっかり彼が狩猟たる俗談の秘密を語った。それによると、彼には十人の引いた手下があり、 その下には、なお無数の手下がある。それらは、この洞結と同じような隠れ場所が七つ。この一帯の山脈中の彼方こなたにあるが、それに住んでいるのである。彼らはすべて、青さやの担当を持っている。これは仲間だという印にもなるのである。彼らは、 遥か遠方の町々にまで降りていって、殺人強奪をこととしている。彼らの殺人は、強奪のための手段ではなくして、殺人のための殺人である。これが野宮の恐るべき手段なのである。ああ、僕も、実にその夜から、この宗教の信者となり終わった。 翌日、手下の一人は、かの別荘の偵察をしたが、別荘では、豊子がやはり、野宮一団の手に殺害され、僕もそれと同時に、どこかへ連れ去られたか、殺されたかにしている。女中は、泣く泣く豊子の死体と共に、今朝山を下り、麓の警察では、 大騒ぎをしているということを知らせた。それを聞いて僕は、当時ほとんど平然としており、むしろ鼻で笑っていた。なんという浅ましいことであったろう。それから以後、僕がいかなる所業をしていたかは、高奇なる我が画家よ。どうか僕を許してくれ。 僕はいちいち回想する苦痛に耐えないのである。風のごとく飛び去ってしまうことができた。かくして僕は、以後五ヶ月、山中にかかる残忍至らざるなき生活をした。その間で僕は、二十三人の男女を、手から殺害したのである。実に僕は、 不思議に殺人に対する才能を、この山に入り、この行者と共に生活するうちに、得てしまったのであった。かくて僕もついに、殺人行者となりすました。そして僕の一生は、この残忍なる快楽生活のうちに、盲目となろうとした。ああ。 しかし天は僕を救った。今のこの苦痛の海中を潜るがごとき生活にしろ。とにかく、尋常の生活に僕を服してくれた天に、僕は感謝する。五ヶ月目の、ある雪の日。僕は一人、今は全然廃走となって、ネズミ一匹すまぬ、かの山荘へ来た。 そして妻を殺した場所に一人佇んだ。その時、にわかに発した全身痙攣のために、地上にひっくり返った僕は、そこの大きな岩でひどく頭を打って、一時気絶してしまった。ふと目が覚め、痛む体を抑えつつ立ち上がった。十一、狂人か昇水感か、 僕はほっと息をしつつ、あたりを見回した。その時僕は初めて覚めた。一歳から覚醒した。ミ宮の恐るべき魔術の暗示は、今頭を岩でひどく打った拍子に、その効果を失ったのであった。僕は静かに、過去の悪行を考えた。 第一に、トヨコのことを思い。涙はさめざめと凍れる我が頬の上を伝った。許してくれ、トヨコ。と、僕は叫んだ。二度も三度も、大声で叫んだ。俺は我が妻を殺したのだ。何十人という罪なき生命を奪ったのだ。 たとえそれが、ノミ宮の暗示によって行われたとはいえ、現在この自分の手から、それらの人々の黒地は、我が両親に向かって、耐えざる叫びをあげるのである。僕は無自覚なりし以上、五ヶ月の所行を、自己意識を得て後、ことごとく明らかに改装し得るのである。 これほど残酷なことがまた世にあろうか。僕はそのまま痛む体を持ってふもとまで降りた。けれど警察では僕の言葉を信じなかった。僕は東京へ送り返された。僕は極力事故の罪あることを述べ立てたが、誰も信ずるものはなかった。 僕の所業一切は、彼、野宮光太郎の所業として扱われた。そして警察は、僕が妻の死を悲しんだあまり、精神錯乱せるものと見放してしまった。僕はついに、狂人にされてしまった。以上がこの水管の物語であった。 自分は聞き終わったとき、世の運命の残酷なる核のごときものあるかと思って、立然足らざるを得なかった。翌朝、目覚めたる彼は、自分のとどめるのも聞かず、無言のまま出て行った。自分は後から追って外へ出てみると、もう彼の姿は見えなかった。 自分の心は、なんとなく暗くなったのである。それから二日目の朝の新聞紙に、彼の失踪広告が出ていた。自分はすぐ、彼が自分の画質に宿ったことを知らせてやった。しかるにその手紙も、未だつかざるべきその日の夕刊にて、自分は、彼哀れむべき考古学者。 戸田玄吉が、佐竹肺炎の丘の上に多殺され、その死体が発見されたことを知った。そして思わず自分の目に手をやった。数行の記述は、次のごとくであった。長さおよそ八寸。青木への、鋭利なる担当。心臓を見事に貫き、そのままに残しあり。 ああ。かの恐るべき殺人行者の一味は、未だ闇に活躍しつつあるのである。